本当にって思ったこと最近ありましたか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。 X の投稿に先週あげたんですけど、ミモザのリースが届いたんです。あの黄色いお花ね、誰から送られてきたか分かりませんっていう投稿を書いたんです。ご覧になった方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、誰から送られてきたのが分かりました。ありがとうございました。リスナーさんでした。ありがとうございます。なんで分からなかったかっていうと、発送元が書いてなくって、発送元がその依頼した店舗の名前で来てたんですね。だから分かんなかったんですよね。送り先は小室ゆりで、送り元はお店、お店に頼んだ記憶もないし、で誰ってなって投稿したところ、あれ僕ですっていうご連絡を後からいただきまして、ありがとうございました。その方もね、あの発送元をちゃんと出してたつもりだったんですけど、出さない設定になってたっていうことがありましたので、どうぞあのインターネットを介してね、誰かに贈り物をされる方はちゃんと発送元が出ているかっていうのを確認してからぜひ送ってあげてください。嬉しかったんです、嬉しかったんですけど、ちょっといやだいぶビビりました。そんなことがあった先週でした。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。やっぱりいいですよ、3月8日国際女性デーにミモザのお花が贈られるっていうのは、女性としてとっても嬉しいことだったという体感もさせていただきました。はい、それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。今日はちょっと濃いめで参ります。皆さん気になる潮吹きについて最新情報が入ってまいりました。気になるよね、気になるよね、気になるよね。はい、大学の研究結果お届けしたいと思います。毎月2週目は探偵サプリ、ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんです。今月は探偵さんの見分け方、いろいろあるそうです。良い悪い、どうやって見分けていくのか必聴ですよ。そして DMM オンラインサロンほか、サブスクリプションが好評中です。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生の今週の占いもありますよ。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、そーっと送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。なお、商品発送は到着をもって返させていただきます。たくさんの応援メッセージお待ちしております。
私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ。冒頭から気になってしょうがない人いっぱいいるでしょう。早速いきましょう。岡山大学が2023年3月17日に発表したプレスリリース、フィーメールスクリーティングの謎の解明。フィーメールスクリーティング、これ潮吹きのことです。性交時の女性の潮吹き現象、これはね、いろいろ本当に成分はこれだ、正体はこれだみたいなこと言われてきたんですけれども、実際にははっきりと解明はされてなかったんですね。で、岡山大学の協力を得て産婦人科医の先生を中心に行った研究結果の末にですね、実際の性的な刺激による潮吹き現象の主成分、これが尿であるということが分かったそうなんです。まあ、潮吹き、これどんな現象かっていうと、オーガズムの前もしくは性的行為の最中に膣の前壁、ここを刺激することによって女性の尿道から液体が排出される、こんな現象のことを総称して潮吹きと言ってますが、この排出される液体の成分が尿であるという説、またはスキン腺、いわゆる愛液ですね、尿道の周りの分泌腺からの分泌液であるという、この2つの説があったんですけれども、どっちとははっきりとは解明されてなかったんですね。ちなみにこの研究結果、2022年8月24日日本泌尿器科学会の国際誌にも掲載をされているという由緒正しい研究結果です。はい、由緒正しい。この研究で女性の潮吹き現象を可視化して動画で直接的に証明した世界初の報告なんだそうです。ここ皆さん気になるところなんですよね。あれ何ですか、私も何回言われたことか。この研究の中心となったお一人、みやびうろぎねクリニック院長の井上みやびさん、以前より潮吹き現象の正体は何なのかと疑問に思い、どうすれば証明できるのかを真面目に考えておりました。そして無事に証明することができました。この研究は協力者がいてこその研究であり、本研究にご協力していただいた様々な皆様に感謝いたしますというコメントが寄せられています。じゃあ誰がこの研究に協力したのか、主に女性です。まあ当たり前ですわね。じゃあどんな女性だったのか、まずここで性的サービスを提供している方は除外されたそうなんです。そして潮吹きが可能で自発的に研究に参加することに同意した一般女性は30代2人、40代2人、50代1人、こんな方々が研究に協力をしてくださったそうです。じゃあどうやってこの研究を進めたのか。性的な刺激はこの研究に協力してくれる女性のパートナーによる手的刺激、つまり手の合図ですね。そして陰茎による刺激、挿入行為、これらによって行われたそうなんです。潮吹きが起こる直前に隣のお部屋で待機していた研究者たちがお部屋に入って、潮吹きが起こる直前からビデオ撮影をしたと。同時に噴出された液体を滅菌されたカップに採取して、この中にある成分を研究測定したそうなんですね。こういう時に、え、どうやってやったのっていう方にどうしても人の興味って寄りがちですよね。でも大事なのはそこじゃない。これを研究結果として世に公表しようと真剣に取り組んだ人たちへの思い、熱意、情熱、パッション、この辺が評価の対象に当たるんじゃないかなって思いますよね。実際にこの潮吹きの正体何なのか分かったところで、分かったところでじゃないですかね。分かったところで潮吹き体験ができるのかとか、潮吹き体験をお相手に提供できるのかって全然別な話なんで。だけど分からないことを可視化する、
分かるようにするっていうここの思いって、そりゃ相当なものですよ。自分でもね、私もやってますから分かります。世の中からすると、え、そんなことマジで考えてんの、あはって笑われちゃうようなことも真剣に取り組める。いや、こういう大人たちは素敵ですよね。尊敬します。私もそっち側に行きたい。で、やっぱり潮吹きの話になると、どうやったら女性に潮を吹かせられますか、女性もどうやったら潮吹けるようになりますか、こういうご相談とか来るんですけど、小室より個人としてはそこまで執着する愛撫方法でもないのかなっていうのは思ってますね。特に男性側が潮吹きによる愛撫提供、潮吹きによる快感提供っていうんですか、これをやろうと思うと、本当にお相手との信頼関係、そしてご自身の衛生面、ここにもう最新の、そして最大の注意を払ってくれる人じゃないと嫌です、はい、ただただ相手の体、そして膣内を傷つける暴力になってしまうので、自分が自信があるではなく、まず相手の許諾を取って、相手にこの清潔な指だったら潮吹き行為をチャレンジしてもいいわよと相手の許諾を取ってほしいですよね。女性も協力体制になかったらただただ痛い行為で終わるので、そこは気をつけてもらいたいなと思いました。ということで、女性の潮吹き、そして快感の開拓というのは、これからもどんどん続いていく未知なる領域へ入っていく研究だと思いました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーをしたりがあなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下利光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ、 MJ リサーチ総合探偵者若梅秀隆さんです。今月は探偵さんの見分け方についてお話をしてくださるそうです。それでは若梅さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵者、調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回は現役探偵が教える悪徳探偵の見分け方、皆さん探偵と聞いてどんなイメージを持ってますか？まあ楽しそうとか、やってみたい、憧れていたなんていうのもありますが、実際に依頼するとしたら、やはり探偵のイメージは怪しい、また騙されそう、
調査料金が高そうなどのネガティブなイメージを持っている方が非常に多かったりします。まあ、そんな方のために、まあ、20年以上この探偵業に関わり、現役で調査現場に出ている私若梅が悪徳探偵の見分け方を教えたいと思います。まあ、まず探偵とは尾行、張り込み、聞き込みにより調査を行う業種を探偵業と言います。まあ、この探偵業法は平成18年に制定され、まあ、探偵者、更新所などの契約内容をめぐる依頼者のトラブルや違法な手段による調査など、まあ、一部の悪徳な業者による不適正な営業活動が問題となったので、この探偵業法が制定されました。まあ、探偵業を営むためには公安委員会の届け出を出さなければならないので、まあ、公安委員会に届け出のない探偵は探偵ではないことになります。まあ、ですので別れさせ屋とか、あと示談交渉などをする探偵は、まあ、業法違反にもなりますし、まあ、実際そういったものは探偵ではありませんので注意してください。まあ、自分はあの探偵業法制定前からこの探偵をやっていたので、まあ、当時はですね、悪徳探偵というのが非常に多く、まあ、反社や犯罪者がですね、実際探偵を行ってたりとか、また依頼者を騙して金銭を取る、またあの探偵がですね、そのままストーカーになるなんてこともありました。まあ、現在では多くの悪徳探偵が排除されましたが、未だに悪徳探偵の被害を聞くことがあります。まあ、例えば、実際に調査をしていないとか、契約書にない高額な追加料金を請求されたり、またあの報告書を渡してくれないなんていうこともあります。まあ、中にはですね、ダブル不倫の証拠をつかんで、まあ、相手の家族にバラされたくなければ示談金を出せと、まあ、そういった請求をするような偽探偵の被害なんかもありますので十分注意してください。まあ、そんな悪徳探偵はどのように見分けた方がいいのか。まあ、まず、ホームページがあるかどうかを調べてみてください。まあ、探偵を登録しているのであれば必ずホームページあるはずなので、そこがまずあるのかどうか。で、次に公安委員会の登録がされているのか。まあ、登録番号というのが必ずありますので、それがあるのか。あとは代表者や従業員などの個人情報が出ているか。まあ、この個人情報にプラスして顔写真があったりとか、ちゃんとその本人の顔が出ているのかどうかっていうのも注意してください。あと最後に SNS などで、まあ、実態の調査をしているのかどうか。まあ、ホームページなんかもあれば必ず SNS なんかもやっていますので、そこで本当に調査をやっているのか、調査員たちがいるのかどうかを見極めてください。またあの広告などを調べるときですね、まあ、ランキングサイトなんかも探偵非常に多いですが、まあ、サイト内に書かれているような0円調査とか激安キャンペーンなんていうのは信じないで、まあ、実際にホームページや SNS なんかをよく調べて注意してみてください。その上で各探偵者に相談し見積もりを出して、まあ、そのまま契約を強引にしてくるようなところは注意してください。まあ、今回は探偵が教える悪徳探偵の見分け方をお話ししました。まあ、調査の依頼、ご相談は MJ リサーチで検索、また MJ リサーチ公式 YouTube もご覧になってください。まあ、ですが自分たち探偵に相談することがないことを願っております。まあ、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。できれば誰かにバレたくないなと思う悩みってあるじゃないですか。そういう時こそ本当に信頼できる方の情報って役に立つと思うんですよね。インターネットを頼りにできるだけ人を介さずに調べたいと思われるかもしれませんが、こんな時こそこの夜サプリで得た情報をもとに一度 MJ リサーチさんにお問い合わせしてみるといいと思います。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵、 MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また
MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもぜひご覧ください。踊れ踊れ私の占いサブリ。DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが大好評です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。春爛漫、春先にやりたいこと編です。それではセクシーにやっちゃうぞ。おひつじ座、もうすぐお花見の季節ね。ピンクなのは桜？それとも花見酒を飲んだ私？おうし座、この時期模様替えがしたくなるのよ。タンスとベッドを動かしたいからうちに来て手伝ってくれない？双子座、毎日忙しいからゆっくりしたいわね。桜の見える旅館のお部屋でイチャイチャしてみたくない？カニ座、動物に触れ合えるカフェに行かない？あなたも私に撫でてほしいの？もうかわいいんだから。獅子座、いい天気だし体動かしたいわよね。スポーツの後は一緒にシャワー浴びよっか。乙女座、2泊3日で温泉旅行に行かない？混浴があるからって何か変なことを想像してないかしら。天秤座、前から見たかった映画があるのよね。濡れ場が激しいらしくって恥ずかしいから一緒に見てほしいの。サソリ座、黄色いミモザの花が見ごろよね。花言葉は感謝だからあなたにブーケでプレゼントするわ。いて座、新鮮なお刺身を食べに市場に行ってみない？その後はピッチピチな私も新鮮なうちに食べてね。ヤギ座、春といえばやっぱりいちご狩りよね。こっち向いて、はい、あーん、どう？おいしい？水瓶座、バリ島をイメージしたバリアンホテルが人気らしいわ。週末、ラグジュアリーな気分で愛し合いたくない？魚座、お寺にお参りに行きましょうよ。あなたと来世も一緒にいられるようにお願いしたいから。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味がある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は萩原薬務先生でした。薬務先生のファンタジーがいっぱい詰まっておりました。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週3週目ですので、女風サプリ、名古屋の女風セラピストゆずきさんがご担当してくださいます。来週はですね、女風セラピストになるにはというテーマで
お話をしてくださるそうです。ちょっとワクワクするテーマですね。楽しみに待ってます。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸、BNI 神戸東プレゼンツエキスパートボイス。毎週土曜日の朝7時から10分間、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなビジネスなお話を伺っております。その BNI 神戸東で開催されましたリージョンアワードの様子がこちらで公開中です。YouTube コムユリチャンネル。私小室ゆりの今までお見せしてこなかった日常の生活などを Vlog 形式でお伝えしております。ああ小室さんってこんな人だったのね、ま、この番組聞いてくださってる方はねよくよくご存知だとは思いますが、そんな小室ゆりの人柄がわかるようなはい、人柄がわかるような Vlog をお届けしておりますので見てくださいね。検索は YouTube 内ひらがなでコムユリ、ひらがなでコムユリでお願いいたします。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくでやなわらばーな演芸集団FEC オフィス所属の笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮人さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。解決策がわからないのではない、問題が分かっていないのだ。イギリスの作家ギルバート・ケイス・チェスタトンの名言です。どうやったらあの人を振り向かせることができますか。方法をお渡ししてもなかなか振り向かせることってできないんですよね。なぜ自分に振り向かないのか、自分の中の問題に目を向ける必要があると思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。脇目も振らずただがむしゃらに走り続けてた。気がつけば引き返せないところまで。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた。